よいしょ。あ。配信が途中で切れたんで、続きですね。ここどこ？ああ、隠れが行ったんや。オッケーオッケー。皆さんのゴールデンウィーク楽しめましたか？そば、今日はあれが来ました。誕生日プレゼントに買った車の肘掛けが死んではる。まだ開けてないけど箱。いや、マジでアマゾン便利やな。届けてくれるんやで、こんなクソ田舎まで。こんなクッソ田舎まで。送料無料で。神やろ、マジで。みんなアマゾン使い？もっと。シュガーグローブ。パレットがおんな。痛い。ごめんって。どこや。あとね、どこや。シャブ。最高った。なあ、やぼ。マジ硬えな。どっから撃ってきよんぞ。ちょっと待って。痛い。うん。あいつ登ってこれねえやろ。所詮クソロボット。死ね。俺の、手榴弾作戦。死んだ？よしよし。聞いてる。全然聞いてないな、マジで。手榴弾。
なぜ使えねえな、シルダー。第一波は片付けたか。イエイイエイ。サイコが切れた。シュガーグローブ、シュガーソウルみたい、昔の歌詞ね。シュガーソウルさんも一発屋やったな。あ、これ あれがおるんちゃうん、アストロンが。アストロンだったっけ、あの人型のやつ。俺が一番嫌いなやつ。アテネどこ行った？鳴らしちゃった。殺します。お前もう捕まんで、お前そんなこと言ったから。こっちの世界じゃん。いや、またアーマーが。あれ、なんでこんなアーマーが。タレットが。されたな。いいよいいよ。
アサルトのこれいいよ。へえ、ナイスアサルトン。え、まだ生きてんの。すんげえ放射能びっしゃびしゃかかるんだけど、アサルトンの。こっち来て、タイさん。もうこっち来れないんか、お前。もしかして。あれれ？なんか弱？弱？この武器弱？何これ？何？こっちおるん？こっちおるん？待って。体力減るなぁ。なんや。コンバットライフル俺捨ててるし。危な。なぜか捨ててるし。私はお前よりずっと優れた戦術だ。すべては脳の問題。あ、それ取ろう。左足が壊れた。全然凍ってないやん。凍ってない、こいつだ。ていうかマジでさ、放射能受けすぎやろ。
アテネはどこだい？出て行ってください。この場所は徹底的に捜索しないといけません。イエス、いいよ。そうか、アーマーが壊れてたね。修理キットもだいぶ使ったな。マザーロード。私はウィリアム・ブライヤー、チャールストン・ヘラルドの事件記者だ。今私はホーンライト・インダストリアルの関連施設に張られた防護フェンスの外側に立っている。ここ数週間の間にこのような施設が地域内に突然いくつも建てられた。今夜私は一部の事情通の間でマザーロード計画と呼ばれているものの正体を探るつもりだ。その計画とは、鉱山経営者の一番が探し続けていたものの答えなのか、地域経済を復活させるための一連の新たな鉱山開発計画のことなのか。そういえば、俺スコア、あるいは地域のスコア取ってなかったな。じゃあ有害廃棄物処理場が新たに建設されるのか、母なる地球を汚す施設なのか。専門家の意見に従えば、この地域でゲット切って、何に使うか未だに分かってない。私はその真偽をこの目で確かめるためにここに来た。防護フェンスの一番外側に小さな隙間を見つけた。来た、まだ来たよ。は厳重だ。データセンター、武装した警備員、まるで戦場さながらだ。今私はフェンスの隙間を、アテナを探す。オッケー。これは地面が揺れている。一体何が。アテナ、あのレポーターか。なんだこれか。ついに私を見つけましたね。愛しの恋人見つけたよ。この場所は監視ステーションで、あなたは古いデータ収集システムということだな。それが当初の目的でした。しばらくは更新され、そして沈黙しました。誰も戻りませんでした。うん、長年私には彼らの目だけが。ダゲールちゃんがおるぜ。生き残りが。あとビッグダディがおるぜ。ダゲールと。この実験を終わらせてほしい。できません。私の指令は極めて明快です。被験者との知覚的接触を確立し、知覚アウトフローを維持することです。私は付き添いであり、観察者です。私は実験を設計したので硬いな話が。話が思んないんだよね、このダゲーズストーリー。お願いです。アラクネを私のシステムにロードしてください。オッケー。私のメインターミナルは反対側の壁です。終わらせよう。準備はできています。ビッグダディ来た。君はここで成功した。ダゲちゃんも来た。私たちはついにアテナの処理をしたんだ。うん、ありがとう。また会いましたね、ドクターハル。ハル。アラクネを使用してこれを終わらせないと。奴に耳を貸すな。あれは機械だ。何も感じない。終わらせようや。観察された感情と規定された感情の差が。私には3分の1の純情な感情って感じ。よって私はこの状態を確認できません。まだアラクネを使ってないの。え、何？使う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 。ダゲール被験者、どうやって使うん？あなたの感覚や精神への潜入は望んでいませんでした。私にもあなたにも選択肢はなかったのです。あなたは全く自覚していませんでした。アラクネ適用後もあなたの頭痛が続くかは分かりません。他の被験者はこのプロセス後も生存できませんでした。我々の間のこの接続を継続させないでください。
倫理に反します。この実験では十分な観察データが得られました。終了されるべきです。終わらせたい。あなたは何も制御なんてしたことない。私もあなた自身も制御してたのは彼ら。今アラクネを使ってあなたを消そうとしてる。それが彼らの望みだから。なんかわし悪者みたいになってない？大丈夫？どうしたらいいかわからない。ダゲール、俺がどんだけお使いしてきたと思っとん。グリーンサンライズって何？アラクネの姿どうなる？死ぬのか？全ての決意と目的のためにそうなります。私のプライマリ入力は削除されますので、処理対象は全てなくなります。必要な場合は将来的に本ユニットの再起動ができる可能性がありますが、このメソッドは検査されず残ります。これしか方法がないはずがない。ソフィアを助けるためにあなたを殺せというのか？ソフィアを助けるためにあなたを殺せというのか。別にソフィアは、まあ、ぶっちゃけ別に助けなくても。助けたい助けたい。ソフィアちゃん助けたい。しかし、あなたの言う通り、それが唯一の選択肢ではありません。実験用経路が追加されました。私の高度な処理は他の容器に移送可能です。この部屋のアルテミスユニットがお使いします。しかし、この経路は検査されていません。結果は、これによりダゲール被験者が治癒するかは不明です。我々が生存する可能性は存在します。あなたがそれをお試しになりたいのであれば、ターミナルのオプション。え？途中で切れたんだけど。妖芸あるある。何何で、どうしたんや？どうしたんや？おい、なんかおるぜ、これ。ロボが。アルテミスがおるぜ。新規対象を検出。うん。行ったれ、アルテミス。報告を要するセキュリティインシデント、ゼロ件。だけじゃん、何？終わらせないと。でもどうやって？私たちの犯した間違いを君が正してくれ。うん。どうすりゃいいの？ごめんごめん、どうすりゃいいの？選択がなされなくては、あなたにお任せします。どこにインプットする？反対側の壁のメインシステム。反対側の壁。アラクネープログラムを適用可能です。反対側の壁。こっちってこと？反対側の壁ってどこ？これ？あ、これか？アテネをアルテミスにアップロード。いけ！アラクネのホロテープを挿入する。ん？アップロードする。起動、経路開放、リモートシステムに対する限定的制御を許可、アクセスを許可。タケちゃん？何が起きてるの？制御を検知、確認しました。何？本ユニットは移動可能です。移動可能？高度な処理機能を備えています。だけじゃ大丈夫？本ユニットに痛み受容体はありません。倫理パラメータを評価します。確認しました。あなたは私を解放してくれた。ここから出ることができます。感謝します。誰が喋ってんの？ソフィア、大丈夫か？ダメ、今はダメ。今はダメ。ダゲちゃん、大丈夫かい？おお、なんか今、銃取り出そうとしたぞ、こいつ。
おい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 。終わったの。彼女、幸せそうだった。いや、分からへん。正しい選択だったと言えるかは分からんが。彼女を自立させても別に悪くないでしょ。あんたが作り出した地獄に数十年も閉じ込められていたんだから。それに私の頭痛は良くなったと思うわ。何か劇的な解決法があるように見えても、それで治りはしなかったかもしれないぞ。エマソン、あんなことをしてから何十年経ったかなんて興味ない。なんかめっちゃ喧嘩してるし。あんたがしたっていう事実に変わりはないんだから。私はあんたを許す。でも、もうあんたには会いたくない。二度とね。ダディ振られとるやん。二度と来ないで。私と距離を置いて。わかった。いや、めっちゃ見とる。え、俺どうしよう、どうしたらいいのって。えなこのとこに戻れって。えなこじゃない、みなこに。エマソン、どうか目の前から消えて、二度と戻ってこないでくれ。エマソン、あなたぐらい賢い人なら、同じ思考の人を探しに行くべきだ。どこか遠くへね。エマソン、もうこのキャンプに関わらないでください。もうエマソン、用語選択肢がないんだけど。君ぐらいの賢い人なら、同じ思考の人の探しに行くべきだ。どこか遠くへね。ああ、それは名案だ。強がってる。トレーダーたちに頼んで、ビッグダディが強がってる。連れて行ってもらうのもありかもしれない。いい考えだ、友よ。友よ。わかった、友。その、じゃあ。女は怖いな。助けてくれて。本当にありがとう。またすぐに。かわいい、かわいい顔して。終わった。キャンプでソフィアと話す。もうキャンプ戻っていいの？じゃあ。戻るよ。ありがとう、ソフィア。春が来ました。暖かな春がやってきました。ソフィア、やっとてめえから解放されるぜ。ちょっとこっち見ようか、とりあえず最後だから。でもどうして？いつ戻ってくるかなって考えてた。はい。嬉しいわ。アテナは怪物だと思った。寄生虫とも。でも彼女も私と同じくらい被害者だった。でも今は。本当になんか結局よく分かんなかったな、ダゲールのストーリー。うまくいった、ほっとした。エマスに弾丸をぶち込んだ方が良かったと、でも良かったと今でも思う、うん、思う。そうね、そうなってたらあまり泣かないわね。でも彼はもう罪を償ったみたいよ。週末の世界はなかなか厳しいみたいだから、ね、結局あいつも光熱費も何も払わんかったもんな。でも彼が ここで寝泊まりして全然気にならない。飯も作らねえあいつ。ほっとした。言わなきゃいけないことがあるの。ちょっと感傷的に聞こえるかもしれないけど、うん、聞いて。聞くよ。地球に墜落して誰が私を見つけてもおかしくなかった。大半の人はスーツを奪うために私を殺したと思うわ。だから最大の奇跡はあなたを見つけた。グリーンの歌詞か。今後のあなたの計画は
やめてくれ。顔が赤くなる。ポッ。感傷的になるって言ったじゃん。でも、本当よ。ちょっとヒゲもいなくなったし、二人でちょっとシェルター行こうか。うん。ちょっと放送できないけど。すべてが終わった今、うん、私たちってどうなるの？ここには長いこといるけど、ここはあなたの家で私の家じゃないんだってずっと思ってきた。いや、君の家でもあるよ。あなたも自分の家のように思ってほしい。最高のルームメイトになると思う。結局ルームメイト止まり。古き良き大学時代みたいに。まあ私は皿洗いをするタイプじゃないけど。皿洗いぐらいやるよ俺は。こともあるし、近代文明が完全崩壊したし、時々どこから来るか分からない感情があるの。あなたのおかげで乗り越えられた。それとここ最近人生がこれまで以上に予測不能になって、あなたは私にとって本当に大切な存在だって知っておいてほしいの。これ以上に最高の友情関係はないね。恋人未満ってや感じ？あなたを友達以上に考えるようになった。うん、友達以上だぜ。それ以上？私そんなこと、あ、いや、でもあなた何も、なんて言ったらいいかわからないわ。いろいろあったから、あなたにとって私が恋愛対象だったなんて全然考えなかった。嘘やろ。私のは揃えてあるわ。意味わかるかしら？揃えてある？愛してるよソフィア。I love you 18。愛してるよ。あなたがいい意味で私をクラクラさせたって言ったら感傷的すぎる。いろいろ乗り越えてようやく新しい門出を迎えられるの。あなたが結婚して、俺もうもう無理。あ、星に願いをトロフィー。無重量ウッドアーマークエスト完了。やったぜ。終わった。アイテム欲しい。なんか、バッツアンノーンって何？バッツのクリティカルヒットで自分、ん？ちょっと待って。喉カラカラやで、お前。緊張したわー。女に告白すんのは緊張したわー。ちょっと喉を潤そう。もうカスカスや。初めてのアイラビューや。Baby, I love you. I love you. I love you. で、なに？バツ？アンノーン。50%。どこだ、強いんかなこれ。なんか弱そう。ウッドアーマー。左足。ちょっと27。あなたがいないと仕事に集中できないの。直立している間に受ける。永久に宇宙空間を漂うよね。でもどうして？これ結構強そうじゃない？ウッドアーマー。あ、でも45かレベルは。俺は45ではいらねえ。暗いよ。レーター。
これまんま使えたな。アサルトの頭部。ダメじゃん。さよならの時が来たよ。一日中あなたさよなら愛した人よ。興味深いものが映ったの。あなたのためなら何でもしよう。あなたって最高ね。え、待って待って。週末の世界で選択肢が限られてるからってわけじゃない。また初めからとかじゃないやろな。そこからそう思ってるわ。は？ちょっと待て。怖い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 。無理。アテナは第二のチャンスを与えられるべきよ。またやれって？嘘やろ。返せもう。服。この野郎。さよなら、ダケちゃん。ちょっとどいて。解体できない。リーダーのパンクラブ。あなたを見るだけで嬉しくなるのが。今や。ごめん、ダケちゃん。あ。終わった。誰かが集中です。ゴーストがおる。すべてのものに歌があるの。お、来た。ご存知？メロディーが頭から離れなくなったことある？いつか私もそんな曲を書いてみたい。早速弾いてやがる。いいね。さっき私の歌を聞いたって人が来たんだ。なんかもうちょっと話したんだけど、めっちゃ汚れてんな。あなたにぴったりの仕事があるって。武器は専門外なんだけど、手に入れるチャンスがあるって聞いてさ。君が興味あるならね。やろう。頑張ってね。お茶沸かして待ってるからさ。あ、本当に用意しとこうか。いいね。君は仕事を片付ける。私は君が確実に報酬をもらえるようにする。功労者。取引成立？よく。これぐらいのなんか軽い感じが好き。世界が挨拶をしてた。世界が挨拶をしてた。武器ケースを回収する。
こんなとこまで行けと。怖っ。女怖っ。かわいい顔して、こんな最果ての地まで行けってや。まあじゃあ、今日はこの辺で。ようやくダゲル編が終わりました。ありがとうございました。ヒゲ親父。どこかにいるんか、ヒゲ。いやーいいなー、これもっとゲームが進化したらもっと綺麗になるんやろ。やば、もう現実の世界いらんやん、マジで。ありがとうございました。